るこの感じ。はい、風間くん、僕の出番ですね。お。よ、皆さん、改めて、グッモーニングです。いや、待ってました、ラベン博士。待ってました。博士、どうしたんだよ。ポケモン図鑑の完成のために、そしてここで生きていくために、風間くんにはぜひとも合格してもらわねばなりません。そのために、博士である僕からサポートできることといえば、はい。来たさあ、風間くん、気になるポケモンを君の相棒に選ぶのです。来た。いや、来ちゃったね。相棒ポケモンがいてくれれば野生のポケモンとも戦えますからね。貴重なポケモンたちですが、この子たちはみんな君に興味があるようですし、さあ、どの子を相棒にするのでござるか。いや、来た。来たー。うわー。風間ね、ポケモンシリーズって、ダイパーの旧作の時も水タイプだったし、プラチナも水タイプだったのね。そう。だけどね、もう、風間はお前にしか言わない、お前一択なんだよ。だって、鳴き声が、気になりすぎる。てか、可愛い。可愛いんだよ。お前が可愛いんだ。だが、しかし、お前を選ぶ。初めての相棒。いや、一緒に行こう。かわいい。あ、かわいい。おお、もくろ。始まりの浜で君が捕まえたポケモンが相棒になりましたね。まあ、風間ほら頭に葉っぱつけてるでござるしな。じゃあ、もくろが入っているモサボールをお渡しします。ポケモンから入っているモンスターボールをポケモンボールと呼ぶのです。よいしょ。いた。残り2匹選ばれたモクロを応援しているみたいだな。よいしょ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 。いや、行きたかったな。行きたかった。いや、ひな嵐も好き。かっこいいからね。水丸もかわいいから好き。でもね、水丸は本当に水丸の姿しか知らないんだよね。モクロは完全に初めて。だからこそね、どうなっていくか楽しみでござるな。風間くんが空から押し